どうもソッパラビットの達也と、ハリヒトと、テイです。今回は、間もなく迎える大晦日に関する都市伝説をやっていきたいと思います。俺もなんとなく調べたんですよ。まあこの時期というかね、時期的なもんで、ちょっと調べようかな。軽い気持ちで大晦日都市伝説と検索しました。そしたら、ありえない事実が分かったんです。なんと、大晦日、雨が降らないという都市伝説が存在するんです。あ、これはマジであるわ。これマジでもうほんとそのまんまなんです。もうこちら見てください。2018年1月1日、晴れてます。去年、晴れてます。はい、どんどん辿っていきます、はい。曇りはあるものの、本当だ。ずっと晴れてます。で、かろうじて2003年、雪が降ってます。がしかし、その後は晴れに変わっています。はい、まあ、雪はね。1日雨が降ることないんですよ。で、このままずーっと辿りますよ。わ、うん、かりますか ?1991 年まで、一回も、本当だ。雨が降ってないんですよ。あ、でも確かにその今まで生きてきて大晦日雨だなって思ったことないでしょ。で、1991年より前も見てみましょう。また降ってない。すげえ。その91年怖いね、逆に。で、75年。え、なんかあるでしょ。75年。で、それ以前。あ、結構壊したんだ。でもこれは、まあ67年は降ってるものの、うん、これ降っても晴れてるんですよ。はいはい。ということで、61年から2018年までの中で雨が降った回数、まあ丸一日大晦日が雨だった回数はたったの3回。いや、これあれの力でしょ。これ絶対釈迦の力でしょ。釈迦釈迦釈迦です。釈迦これ意外じゃないですか。いや、意外っていうか考えたことなかった。そうなんですよ。で、ここで僕は思ったわけです、うん、何か力働いとんか。雨乞いの逆的な。そうなんです。晴れ、晴れ、晴れさしたい人物というより、晴れて得する人物は誰なのかということなんですよ。それについてちょっと調べてみました。で、分かったのがこちら、神社。行くから。そうなんですよ。初詣。丸たち。丸たち。坊主のこと丸呼んでる。神社が一番得するんですよ。あ、やっぱそう、まあ、そうだよね。一番の稼ぎ時だよね。そうなんですよ。まあ稼ぎ時ではなんですが、あ、まあまあまあ、でも実際これお金の話になっていきます。まず、初詣はいくら入れたらいいのか。確かに。ああ。っていう話になってきます。うん、はい。まあその願い事をしながらお金を入れるわけなんですけれども、お金が、金額が高い方がご利益があるのか。そもそも相場はどのくらいなのか。確かに。っていう悩みがあるので、まずそれを解消していきます。まず初詣のお賽銭はいくら入れる。5円がありますようにということで、お賽銭で5円を入れる話はよく聞きます。はい。僕もそれやったことあります。うん、でもある。ですが、お賽銭の額は1円から、まあ万札まで人によって本当に様々ですよね。はいはいはい。気分によって、はい。俺も500円入れる時もあったし、1000円投げる時もあるし、はいはいはい、5円の時もあるじゃないですか。はいはい。っていう感じで、まあいろいろあるんですよ、金額に対しては。で、よくないっていうか、まあ人間的な心理なんですけど、お賽銭が金額が高ければ高いほど叶いそうな気がしませんか。確かに。まあそうだよね。なんでかって言ったら、周りに勝ってるから、うんうん、周りよりも多い金額を払ってると自分の方が叶うんじゃないかって思うわけですよ。確かに。じゃあそもそもそのお賽銭なんぞやと。わかります。逆に何ですか。いや、だからさっき言ったその願いを叶えてもらうために神様に払うお金じゃないですか。投資ってことですか。うん、その未来への株みたいな。FX とか。ああ、確かにそれはあるよ、はい、そっち系なんだよ。逆に何だと思います。でもやっぱさ、言うて神ってさ、めっちゃあるでしょ。だってお賽銭箱って。あ、このように、このように。そうよそうよ。もうそもそもおかしいよね。そうなんですよね。だから心のあれだよね。俺1000円入れたから。あ、暗示的な。そう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 。はいはいはい。ああ、なるほど。で、まあそもそもこれ2人とも違うというかね。え、お賽銭は神様にお願いするためのお金ではなく、うん、神様に感謝を伝えるためのお金です。あ、根本から違かった。そうなんですよ。お賽銭の銭、っていう字は、うん、まあこの捧げるっていう言葉をね、用いた言葉があるんですよ、はいはいはい、これは神様からいただいた幸福に感謝するっていう意味なんですよ。だからそもそもお賽銭っていうのは何か願いを叶えてもらうためじゃなく、だから向こう1年なんかいいことありますようにって入れてるけど、実は違うんですよ。この1年ありがとうございましたなんですよ。あ、なるほどね。じゃあ今年もよろしくお願いします。そうなんですよ。なるほど。だから今入れても遅いと。だからその1年自分がどんだけ頑張ったか、それを結果的に神様のおかげにしてあざしたってことなんですよ。なるほど。そこから考え方がそもそも違うと。これ知らないんじゃん、みんな。絶対知らないと思う。逆だと思ってます、絶対、ね、で、お賽銭の金額の決め方、まあ、大きな願いを叶えてくれた場合には大きな金額で返すという考え方もあります。あ、それ一番いいじゃん。で、中には100万円を入れたりする人もいるわけです。いそうだね、やっぱ。でもそうじゃないですか。その1年ものすごく儲かったら、そりゃなんかね。じゃあ安倍総理とか総理になった時の年のやばかったんじゃん。いや、もう3、5社か、なんだっけ、3はい、豪華社。三豪華社とか言ってた。三豪華社。三豪華社。六内歌とかなかな。六内歌。箱パンパンよ。
高須とかもすごそうだけどね。俺高須演技めっちゃ見そうじゃん。確かに。ノーノーノー。信じそうだよ。ノーノーノー。高須。Yes, 高須クリショ。で、まあこれ実際にはお賽銭の金額が持つ意味があります。一番ポピュラーなのが10円らしいです。理由は100円はもったいない。かといって1円や5円ではちょっとケチくさいかなっていう心理からかもしれませんが、10円はダメという説もあります。語呂合わせの縁起担ぎですが、10円は遠縁と読めて縁が遠ざかるからというのが理由とは言いつつ、10円入れる人もいるし入れない人もいるっていうことなんですよ。だから結局定義がないと。でここで皆様に朗報、いくら入れたらいいかおすすめがあります。おすすめあるの？はい。まず5円が5円、まあまあまあ、はいはい、11円がいい円、まあまあまあ、で20円が22円、円が20になりますよと。そう、25円が225円。あ、俺いつもそれないよ。225円、25円、はいはいはい、ギャルじゃん。そう、41円が終始いい円、はい、45円が終始5円。なんかもういくらでも言えるけど。55円もあるよ。ごっつ5円じゃん。ごっつ5円、ごっつ5円。52円やろ。ということで、まあいろいろ組み合わせて数字で遊ぶみたいなのがあるみたいですね。はい、まあギャグねって言ってる。うん、まあそんな感じですよ。語呂合わせじゃないけどね。でですよ、うん、はい、結局いくら入れてもいいと分かったところで、はい、人というのは神に頼ります。まずですね、はい、初詣に訪れる人数ですよ。確かに気になるな。明治神宮が日本で一番初詣の来場者が多いところです。だいたいどのぐらいの人数訪れるでしょうか。原宿だよね。原宿ですね。1日、1日三が日って書いてある。3日間か。じゃあ3日間ですね。初詣の3日間。さあ何人でしょう。30万ぐらいですかね。30万って言ってもドームツアーぐらいですからね。結構すごくないですか。いや俺一番すごいと思って言ってる。30万は。そうですね、はい、マジで当てに行ってよ俺。うん、300万。正解、316万人。ピンピシャやん。いや、ピンピシャは316。あ、そっか。それでは聞いてください。釈迦です。釈迦です。ということで、1位の明治神宮だけでも316万人。すごい。2位の成田山は305万人。というのが、日本人がそのどれだけ神に頼ってるかが分かるわけですよ。はいはい、ということはですよ、今のさっきの縁起を担いだ金額、うん、まあ、一番低い桁でも5円入れてるわけですよ。うんうん、5円だとしても、だとしても300万人が一つの神社で入れてるとします。1500万か5355。だとし、いやちょっと待って、まあ、冷静に5円じゃ、1万円低くて5円ですよ。そうですよね。じゃあその3日間で明治神宮はいくら儲けるでしょうか。だって芸能人とかも来るでしょ。そうですよ、もちろん。さっきの100万円男とかも来るかもしれない。いや来る来る、全然来る。高須も来るもん。多く見積もって2億とかじゃん。はいはいはい。いやかなりよ。相当や。いや2億ってやばい。確かに確かに。いやでもさっきもあれだよね、矢野の15倍ぐらいいったらあったから、25億。はい、超えてこないでください。あれ13億なんですよ。いやいや、やばっ、すげえな。でも待ってっていう話なのよ。明治神宮だけで13億、成田山は12億、まあ、川崎大師は12億、浅草寺11億、静岡八幡は10億。これ全部合わせて60億ぐらいあるわけですよ、3日間で。だってさ、1円で稼げないよ、13億って。っていうことなんですよ。で、結局ここで俺が結びつけたいのは、雨が降らなくて得してるのは誰かということなんですよ。神社が一番得してるという。確かに雨降ってたら絶対来場客数減るよね。そうなんです。僕らもライブしてるんで分かりますけど、雨になると確実に動員数下がります。なので雨が降らなくて得するのは神社以外誰でもないんです、うん。ということは、神を扱う神社が自分たちが設けられる3日間繁忙期を晴れにして来場者を増やすために神の力を使ってるんじゃないかという推測に至るわけですよ。まあまあまあ、あるなそれは。いやでも絶対できると思うよ、その技的な。10億集まってるわけでしょ、うん、その10億の力をさ操れたとしたらさ、操れるわけでしょ。まあ実際に海外には天候を操る機械が開発されてあったりとかするわけですよ。もしそれを神社関係の人間たちが組織ぐるみでやっていたとしたら、そんな機械パッと10億で作って、次の年から毎年晴れて60億儲ければいいわけですから。戻れるもん。ということで、あなたのお賽銭本当に自分のために投げてますかっていうことなんですね。あ、深いな。いやこれも消されるかもよ、坊主から。坊主から。なんて言えばいいんだそれだけ。お坊さん。お坊さんから。おしょ。おしょ。おしょさんじゃん。おしょさんから。レッツカンフー。レッツカンフー。
で、どうします今後っていうことなんですよ。その神頼みしますかっていうね、なんかちょっと裏あるように感じませんかっていうことを今回伝えられたらなと思います。はい、神社作る。あ、そうしよう。なんかビジネスとして、いや、ちょっとエッチな神社作ろうよ。あ、いいね、エチガミ様。もうめっちゃ可愛い子並べといてさはいはいはい、めっちゃ可愛い子待ってるって。あ、それいいね。めっちゃよくない？巫女の格好でエロエロな神社を作れば、うん、だってさ、そこ目的で行って、はいはい、お金ないくら投げようが、うん、チップ感覚じゃないですか。そうそう、確かに。その拝めてる、拝めてるわけだ。そもそも拝めるたことにご利益があると。そうそう。そしてたまたまその神社を訪れた男は、可愛い子ばっかりないか。もうご利益。一年間幸せだよね。いや、そうですね。あ、じゃあ YouTube やめます、ちょっと。すいません。神社やるんで、ちょっと。すいません。ちょっと父集めしようか、じゃあ今から。父集め。ということで、うちの神社で働きたいという方、こちらまでよろしくお願いします。私を愛せなかった二人重ね合った感情。